こんにちは、花山さん。まあそうですか、深い信頼関係を築くことね。どうなんですかね。やっぱりビジネスをするんだったら、多分商品を売るというよりも、どういうふうに信頼関係を築けたかっていうことと、どのように期待されてるかってことだと思うんですよね。まあ前回、前々回、ちょっと前ですよね。いつだったかな、借金の話したじゃないですか。で、私は、お金を借りるときって結構ね、高慢なんですよ。私がこのまま消滅していくことを望むんだったら、金は出さなくてもいい。でも、私のことにね、今までの付き合いもそうだし、これからも期待するんだったら、返さないかもしれないけども、いくら出せるんだっていうお話をしますね。で、しかもね、こういう言い方たまにするんですけども、花紙ぐらいだったら受け取らないよっていうようなことも言うんですよ。まあですんで、2万、3万、5万ぐらいだったら、ああ、そんなもんなのっていうふっかけなんですよね。まあこれも私のね、プレゼンではあるんですよ。要するにどのようにお金を集めるかってことは、人からお金をもらおうが、借りようが、商品を売ろうが、そんなことはね、キャッシュフロー的には全部一緒なんですよ。でも、ビジネスとして、商品を売ることによってお金を代わりにいただくっていうのが、まあ最もね、真っ当ではあると思います。ただ、究極、久保津鶴という人間がね、速稼塾ってものが、この自分の人生から去っていくことによってね、例えば A さんなら A さん、A さんの人生から去っていくことによって、ものすごく惜しいなと思っていただけるようであれば、その惜しいをどのくらいで買い戻すかってことなんですよね。よくこんなことがあります。近所になんか飲食店かなんかがあったんですけども、しばらくしてね、その店の前を通ると潰れてるんですよ。あれ、ここにあった店潰れてる。あ、残念だな。なんか、この店いい店だったのに。という人に限って、そのお店をそんなに使ってないんですよね。まあだから、潰れたのは残念だけども、まあ、なくてもいいやって感じなんですよ。そのぐらいに思われてはいないだろうなと私はね、思うからこそ、もちろん相対的な関係がありますからね。例えば B さんから見ると、私なんて亡くなっても、いた子もかゆくもない存在かもしれません。そういう人にはこの話しないんですよ。もう強烈な久保哲郎ファンで、私がね、A さんの人生の前から去ることによって、A さんがものすごくね、がっかりする。本当に店潰れちゃったの？やめてよーって。潰れないためにだったらお金払ったのに、とかね、何かを役立てることをしたのに、みたいなことをね、思うだろうなと思う A さんには、じゃあいくら出せますかと。返さないかもしれないよと。下手な金額出したらそのお金とともに俺潰れるかもしれないよぐらい言いますね。まあそうするとね、ちょっと厚みのある金額で応援してくれるんですよ。でその人の関係っていうのはかなり強くなりますし、深くなります。そして私が復活した暁には、出したお金以上に返ってくるというその人の期待にも応えることができるんですよね。もちろんいくら返すなんていう約束はしません。返さないと思うけど、いくらなら挑戦できるかなっていうふうに、ちょっとこう、高飛車にお話しするんですよ。だから私がね、ずっとやってきた中で、この人は私に対して、どんな無理をしてでも、それこそね、野菜火災売っ払ってでも、お金を払うだろうなと。踏んだ人、そのぐらいの関係の人にはね、お話ししますね。私からしてもその人に、強い信頼関係があるから、言えば断らないだろうと思うんですよ。まあですんでね、全力で答えを出して、その後、あ、やっぱり久保さん、すごいわと。あの状況からここまで来たんだと。ああ、いや、お金払わせてもらってよかったな。返してもくれるの？利息もついてくれるの？いやいや、いいよ、取っといてよと。久保さんのところに私の払ったお金があるからこそ久保さんが支えられると思ったら、本当にね、感慨深いですよ。っていうふうにね、言わせるような、そんな日々でございました。まあこれからはね、こんなお願いをすることはないと思いますし、どんな時でも私は自分のお金には自分で責任を持とうと思いますけども、自力でどうしようもなくなった時、久保哲郎の未来をいくらで買い取ってくれるのかというお話で、私は信頼関係を確かめたことはありましたね。いや、申し出た人の中で断った人は一人もなかったんですね。で、おかげで、まあ危機の時代も乗り切れたということと、下手なこと言えばね、この人からまだ引き出せるなと思いました。これはね、悪意を持って言うわけじゃないんですよ。私もね、必ず報いることができるという自信があったから、遠慮なく、
お願いすることができたんですよ。もう私の人生にはこういうことはないと思いますけどね。ただそのぐらいのことができなくって、商品なんて売れるかと思ってるんですよね。商品は渡さないけども、お金ちょうだいとかね。それから商品は3年後に作ると、その時に必要なものを私はあなたにお返しするから前金でいくらとかね、こういったお話をすることがありました。はっきり言って一番売れた商品これです、今まで。変な話でしょ。久保哲郎の将来に対していくら入られるかっていうものが売れたんですよ。さあそこで今回の動画のまとめになりますけども、私は2013年にこういった情報発信業を始めました。いわゆる速稼塾ですよね。で、速稼塾はそれから一回も作態を割ることなくどん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 大きくなっていったわけなんですけども、反対に私がずっと30代の頃にやってきた会社、店はどんどん潰れていき、社員も離れていきました。まあ一部の方はね、速稼塾にそのまま移行したんですけども、大半の方は久保哲郎の未来に期待することなく去っていったんですよ。しかもその人たちは給料として私が毎月毎月お金を払ってきた人たちです。それこそ何千万円と払ってきました。そういう人たちは私がピンチの時にも給料を要求してきました。まあ当たり前ですよね。そして私が再起を図るために店舗を手放した時、店を手放した時、会社を手放した時に去っていきました。でも私が手放した時に去っていった人と、私が手放したからこそ先ほどの話のように久保さんに託すよって言ってどんどんとね自分の身銭を切ってくれた方、この差は何なんですよね。きっと私に期待しているところと私のどこを見てるかが違うんですよね。私のまあどこ顔を見ていたのか、背中を見ていたのか、手を見ていたのか、それとも闇を見ていたのかもしれないですね。ということで今回は以上のような話になりますけども、これ最近ね話題にしてるんですけども、努力と才能っていうねテーマでね、なんかお話いただけますか、花山さん。努力と才能、うん、人間の成功には努力が必要なんですかね、それとも才能があるから成功するんですかね。いってらっしゃい。